まあ日本は物価が安いです、ね。日本にしか住んでない人は、まあ、なかなか日本は物価が安いという実感がないんですけど、まあ、実は物価はとても安いと。反面、オーストラリアは物価が高い。でしかもね、オーストラリアには物があまりないと。ね、あってもすごい高い商品。対、ねえー、して品質も良くないのに高い商品が多いです。それを、まあ、日本のね、えー、品質が良くて安い商品、 えー、持っていけばね、えー、まあ、儲かることはもう一目瞭然というか、まあ、明らかだというようなね、えー、ビッグチャンスです。で日本はね、まあ、本当にまあ所得が低いと。まあ、反面、オーストラリアの所得が高い。ね、で、なんと、シドニーのホームレスは年、ね、収400万、ね。日本人のほとんどのサラリーマン、あるいは自営業者よりもね、えー、収入が多いと。 まあ、日本の、ね、民間企業に勤めている人は、まあ、年収がね、えー、400万以下どころか、200万以下が一番多いと。ね、300万以下も結構いる。400万以下っていうのは、200万以下に次いで多いと。ということはね、この辺の人たちは、オーストラリアのホームレスよりも稼いでないというね、 恐ろしい、えー、国が日本なわけです、まあ。日本が恐ろしいのか、オーストラリアが恐ろしいのか分かりませんけど、何しろ所得の差でもそれだけの差があると。ね、そんなわけですから、日本の100円ショップで売ってる商品、ね、ダイソーで売ってる商品でも、このようにゴマステーキが15.96倍とかね、えー、スミーパックが10.6倍とか、まあ、ほ買いなというような、ねえー、値段で売れてます。これはイーベイの制約なんですけど、 イーベイというのはね、えー、当然日本から送るんで、えー、到着まで時間がかかると。反面、えー、オーストラリアはね、今日本と同じように FBA というのが始まってますんで、えー、注文すればね、えー、大体、えー、都市部に住んでいる人には2、3日で届くというようなことになってます。まあ、同じ値段だったら早く届,届く方を買いますのがね、まあ、普通の人間の心理なんで、まあえー、この辺のイ、えーベイで高く売れてる商品なんかを、えー、オーストラリアのアマゾンに入れれば 高く売れるとであとね、アルコールは免許がないと、えー、eBay でも売れませんし、オーストラリアの Amazon はまだね、えー、アルコールの販売始まってないんですけど、まあ、例えば日本のウイスキーなんかも、えー、かなり高く、えー、売れてます。あとね、ゴルフバッグ、ね。オーストラリアのね、えー、ゴルフ大国なんですけど、まあ、ただ、えー、気の利いたゴルフバッグは、えー、入ってきてないということでね。 日本にふんだんにあるゴルフバッグの中から高く売れる商品っていうのもあります。あとは釣り具ね。オーストラリアは釣りやる人多いけど、やっぱ釣り具もね、679、えー。6 7, ない, 6, 7ないっていうか、ほとんど気の利いたのはないというのでね、日本の商品を送ると高く売れますで。こういった商品の探し方等もサポートして稼げるようにしましょうというのがね、転売アカデミーオーストラリア輸出サポートです。 で私が Amazon 輸出を教えるのに心がけていること。これはね、簡単なことでも教えると、ね。このぐらいのことは自分で調べてくださいというようなことはないです。まあ、ほんと簡単なことでも聞いてください。えー、独自に調べると、えー、間違えた正解にたどり着くことが多いです。それとね、同じことを100回聞いても OK です。忘れちゃったらね、まあ、調べずどんどん聞いてください。まあ、以前の回答がね、変わっていることもあります。 画面操作なんかはしょっちゅう変わりますし、商品探しで扱うべき商品もね、昔は扱ってガンガン儲かった商品が今は売るとやばい商品になっているとか、あるいは逆に以前は販売できなかった商品が今販売できるようになっているというようなね移動はしょっちゅうありますんで、まあ、逆に同じだと思ってもね確認していただいても全くいいというか、むしろその方がいいです。それと、まあ、戦略作りを重視すると。 これ何かというと、戦略づくりというのは、何をやるかじゃなくてね、何をやめるか、何に集中するかを重視してます。これね、ほとんど、あれもこれもあれもね、徹夜でやりましょうみたいな根性論のねサポートーたまにやってる塾とかね、マニュアルとかありますけど、ほとんどうまくいかないです。ね1万人やって数人しか成功しないというようなことになっちゃいます。それはなんでかというと、 えー、人間ね、えー、時間は限られてる。ね、短い時間で、えー、成果が出ないと、まあ、えー、嫌になっちゃう、ね。そういう生き物なんでね、えー、もうこれもあれもやめて、これだけに集中して、まずやりましょうというような形でね、まず成果を小さな成果から出していっていただくという形で積み上げていかないと、えー、うまく儲かるとこまで到達できないというのでね、えー、何を、あれもやれ、これもやれではなくて、 これに集中してくださいというね、えー、形で戦略づくりを重視して、えー、集中すべきことを、えー、アドバイスしています。でね、私も、まあ、インターネットを使って稼ごうとしたときに、えー、初歩的なことでつまずきまくりました、ね。ネットショップを作るのにどこのサービスを使えばよいかわからないとか、ホームページを作りたいけどドメインの取り方がわからない。あるいはね、ebay をしてみたいけど、英語が読めなくてどうすればいいのかさっぱりわからないと。 で今考えるとね、こういう初歩的な質問に、えー、親切に答えてくれる先生がいれば、まあ、3年早く稼げたと、ねまあ、簡単でつまらないことにつまずいたおかげでずいぶん儲け損なったとそう感じますそこでネットビジネス初心者がどんな簡単な質問をしても歓迎するサポートをしようと決意しました「私のサポートはそのくらい簡単にわかるでしょう」ということまで喜んでサポートします 今までに書いた2冊の本も初心者を対象にした本です。もう本当にね、えー、読んでる方が心配するぐらいね、えー、対象を低く設定した親切内容ですというような評価もいただいてます。でサポート会員の、まあ、実績としてはね、えー、マリンさん、ねえー、仕事を辞めた、えー、専業主婦、ね、えー ホリデーシーズンで、11月、12月の2ヶ月で利益は70万ぐらいありましたと。大企業のボーナス並みの稼ぎを得ていただいている。もう本当、パソコンもね、全然ダメで、転売なんて初めてなんですけど、しっかりと稼いでいただきました。また、これアメリカまず始まった時の実績ですけど、サポート開始して、 半年で5 6 2三ドル、十4ドル33セント。あるいは、1年で、ね、仕入れ額5万から始めた方が、売り上げ27440ドル81セントと。これぐらいまでサポートして稼いでいただいていますで。現在の Amazon なんですけど、この Amazon FBA, フ r e e Hement by a とね、今、アマゾンが便利な理由である、まあ、すぐにね、えー、商品が届くというようなね、えー、サービスが始まってます。まあ、ただね、えー、このプライムサービスという、ね、えー、送料無料、ね、でしかもいろんなサービスを開けるというのがまだ始まってないんですけど、えー、7月10日がね、マゾンのプライムデーという世界共通のイベントがあります。 おそらくここを目指してオーストラリアもね、プライムで始めるだろうというふうに言われてますんでね、今から始めてオーストラリア,アマゾンね、どんな商品が売れるとか、どんな商品が売れないとか、どんな商品が遅れないとか、遅れるとかいうのがね、ある程度分かった時点で利用者が一気に増えていくと。 そしてね、まあ、本格稼働してくれば、えー、ぐんぐん稼げるというようなことになりますんでね、えー、現時点でアマゾンオーストラリアを始めるのは、すごいタイミング的にいいんじゃないのかなと。